さて、今年初めてのキャンプに出かけることになりました。で、行き先はゴールデンイヤーズ。これね、前にも行ってるし、割と馴染みがあって、うちの家から1時間ちょっとぐらいで着くんですけど、今日はもう素晴らしいお天気。ずっと雨が多くて寒い寒い夏だったのに、今回コナちゃん参加です。この子賢くてね、だけど初めてのキャンプだから、さあ夜がどうなるのかしらとちょっとは心配してたんですけど、終わってみたらそんな心配は全然いらなかった。本当にいい子でした。で、このゴールデンイヤーのキャンプ場なんですけど、まあいくつかあって、で今まで行っていたところはちょっとね、クマさんがね、とても活発な運動してるとかいろいろ言われていて、まあそのクマさんもいなくなったんですけど、ちょっとそれよりは原始的なキャンプ場、山一個越えたみたいなところにあるやつね、そこにしました。で、雨多かった分だけ今回はキャンプファイヤーができます。ずっとできなかったんですよ、カラッカラの夏で。キャンプなんてもってのほかって言われて、火は全然起こせなかったんですけど、今回は無事に起こせそうです。で、ここには湖もあって、そこにまあ流れ込んでいる川もあってというので、これ物干しをセットしているところですね。コナちゃん泳ぐのが大好きだそうです。で、これがポットントイレです。私たちのところにはこれしかついてないんですよ。で、去年がこの下の赤丸、私たちはこの上のノースビーチというところです。ポットンで問題ないよって言ってたんですけど、唯一の誤算はお水でした。洗面所がないんですよ。だってトイレないからね、ちゃんとしたトイレが、だからお化粧するときにね、鏡がない。これに気がつかなかったな、今回は。
よ、いきなりかかってきてる。できるか、なんか難しそう。いたいた、出る、出る、まだ出へん。あれおかしいやん。あれだだだ、やっと出た。それで行くわ、ほんとみんな。